中平康史、中平康史、中平公、1926年1月3日から1978年9月11日は、日本の映画監督。香港名は、陽一樹、ヤンスーシー。父は、洋画家の高橋虎之介。娘は、作家の中平真美。増村康造、岡本喜八、市川紺、沢島忠 鈴木聖人らと共にモダン派と称され、映画テクニックを駆使したスピーディーなテンポと洗練された、タッチの技巧派監督として知られる。映画をあくまでも純粋視覚芸術のように捉え、題材として何を描くかではなく、どのように描くかという映画の本質たる、スタイルとテクニックで見せる演出を心情とした。代表作に、狂った、果実、月曜日の床、街灯、暮の翼、 殺したのは誰だなどがある。大正15年、1926年1月3日、東京市滝野川区に生まれる。父は、洋画家の高橋虎之介。一人娘だった母、春バイオリニストの中平生を継ぐ。音楽学校を出た祖母もバイオリンを教えていたなどして、芸術家になることを奨励されるような家庭で育つ。中学時代より、映画に熱中し、 好きだったアルネクレール監督作品など、同じ作品を10回くらいずつ繰り返し見るなどして、研究を重ねる。旧聖高知高等学校の理科高類を出て、浪人中に、雑誌、人間喜劇の風刺シ,シナリオの公募に出品して、仮作5本の中に入選。題名は、ミスター・ゴエモン。昭和23年、1948年、東京大学文学部美術科入学。所属した、 映画研究会には、小木正宏、渡辺雄介、若林栄二郎がいた。昭和23年、1948年、東京大学を中退し、川島雄三監督に憧れ小畜、大船撮影所の戦後第一回助監督募集に、応募、1500人中8人、鈴木清順、松山善造、斉藤武一、井上和夫、井古町里、今井雄五郎、 有本忠のうちに選ばれ、小畜入社。憧れであった川島をはじめ、佐々木康史、木下圭介、大場秀夫、原健吉、渋谷美、黒沢明等の助監督を務める。ベレー帽にポケットだらけのつなぎ服をスタイリッシュに着用し、体中に7つ、道具を詰め込み撮影所を走り回る彼の姿は、周囲の注目を集め、ベレー帽は、 彼の生涯のトレードマークとなった。助監督時代は、自ら志願してついた、黒沢明と、川島雄三に可愛がられた。多くの助監督が後輩を指導する際、脚本を勉強することを第一とするのが、通常であったのに対し、その他に、中平は編集の技術も身につけることを強く、主張するなど、助監督時代からすでに後の映画テクニックへの、執着を見せる。彼が、 シーフ女監督として、川島雄三監督の、真実一路の予告編を演出した際、その予告編を見た、新米女監督だった、篠田正宏と、高橋治は、中平の才能に学然としたという。早く監督昇進を希望していた中平は、西川勝美からの誘いもあり、昭和29年、1954年、映画制作を再開した日活に遺跡。日活では、 新藤兼と、田坂智隆、西川勝美、滝沢英介、山村里志らの助監督を務める。昭和31年、1956年、プロデューサーの水野江滝子に才能を見出され、助監督身分のまま、殺人事件の舞台となる銀座裏通りを丸ごとオープンセットで作り、随所にパンフォーカスを駆使した狙われた男を監督、公開は、 狂った果実の後、新人監督らしからぬ中編スリラーとなる。妥協を許さぬ、うるさ型の監督として知られ、同年の太陽の季節、古川匠監督のヒットを受け、わずか17日間で撮影された2作目の狂った果実がスピーディーなテンポ、斬新なカッティング、センセーショナルな題材とで、フランソワとリフォーラ・ヌーベルバーグの作家たちに絶賛され、新人だった。 石原裕二郎をスターダムに押し上げる。ルネクレール、ビリー・ワイルダーに浸水。才能のポテンシャルとしては、同世代のモダン派として並び称された、岡本喜八、増村ムラや須三らをも上回ると言われ、牛乳やフランキー、街頭、誘惑、最女気質等のスピーディーで、軽妙者脱な作品に力量を発揮したほか、殺したのは誰だ、紅れないの翼、その壁を砕け、 密会等のサスペンスやミステリーとあらゆるジャンルに抜群のさえを見せた。昭和34年、1959年にはエジプトとの合作、アラブの嵐を監督。当初は通訳をつけていたが、中平の意向で途中から通訳なしで撮影をしていた。中平曰く、喜道愛楽が同じだから言葉は通じなくても意が通じたとのこと。 昭和35年、1960年の学生野郎と娘たちでは、主人公を一人に限定せず多くの登場人物を、東家に描くという中平流軍像劇の方法論を、結実させた改作となる。しかし、反、早朝深刻派、日本形調不白派を辞任し、テーマ性や、社会性がある題材よりも洗練を好み、 映画テクニックで望む彼の作風は日本映画界にあっては異端であり、自身の思惑とは裏腹に当時は理解されなかった。エッセイや映画評論にもら腕なところを見せ、映画賞でテーマ性や社会性のある作品ばかりが安易にベスト10入りする状況を厳しく批判し、映画を原作や素材によって評価するのではなく、 その素材をどのように映像化したかをこそ評価すべきだと繰り返し、訴えた。その歯に衣着せぬ物言いに、映画評論家を敵に回すことも少なくなかった。この時期に、日活のスターシステムが確立されたのに伴い、プログラムピクチャーを量産。スター中心の映画制作であっても、あくまでも、まず映画ありきの姿勢で臨み、吉永さゆりは後に、一番怖い監督でしたと、 語るなど、その演出姿勢は変わらず厳しいものであったとされる。学生野郎と娘たちの次にとった地図のない街は、橋本忍に納得のいくまで、脚本の書き直しを依頼し、石原裕二郎主演作として自ら企画したが、裕二郎のスターイメージを損なうとして会社側に、下されて、結局、葉山良二主演で映画化された。同年、石原裕二郎の 明日晴れるかは、スクリューボールコメディとなった。昭和36年、1961年には、中平最大のヒット作となった、石原雄二郎の、あいつと私。昭和37年、1962年には、獅子土城のアクションコメディ、危ういことなら、ゼニになる。昭和38年、1963年、後に、韓国で、リメイクされるなど、吉永さゆり。 浜田三雄の純愛路線を代表した、泥だらけの純情、現代一行を監督する。昭和三十九年、1964年には、加賀真理子の、月曜日の床、戸川雅子原作、両人日記、吉行淳之介原作、砂の上の植物群、女の渦と淵と、流れと立て続けに取った実験的移植作にも、並ならぬ再起を見せるが、 彼の作品は常に時代を先取りした感があり、映画賞にはまるで縁がなかった。ヒッチコックだって賞なんかもらってやしないと周囲に漏らすこともあったという。岡本、増村、同じ日活の今村昌平や浦山桐生が名声を高めていく中で取り残された焦りからか生活を荒れさせ、撮影現場で飲酒することすらあったと伝えられる。昭和40年。 1965年、小林明のでは、中平の初登板した第六作、黒い賭博士にて、従来の哀愁や常年の要素を抜き去った、モダンなタッチに、路線変更。翌昭は40年、1965年、シリーズ最終作となる、黒い賭博士悪魔の左手でも旅が過ぎるほどの、高等無形さと、映画テクニックで見せるなど、検討を続ける。 昭和42年、1967年以降、香港のショーブラザーズに招かれ、自身の野郎に、国境はない、狂った、果実、良人日記をそれぞれリメイクしたほか、渡辺雄介脚本、ノンクレジットの、非天女郎を監督。日本と香港を往来しつつ、日本でも映画を撮るが、日活が勢いを失っていく中、撮影時の印象を咎められるなどもあり、 昭和四十三年、九百六十八年、ザ・スパイダースの大進撃を最後に、日活を解雇される。解雇及び香港での映画制作のきっかけは、昭和三十八年頃に、当時の日活堀社長と映画をめぐって喧嘩を起こした、ことだった。東方の藤本真澄、東映の岡田茂に掛け合って、映画を撮らせてほしいと頼んだが、五社協定を理由に、断られ、日本では、 映画が撮らせてもらえないと判断したからであるという。堀社長からは他の奴と違うことをするなと戒められたが、それは自分の性分に合わないと中平はあえて聞き入れなかった。昭和46年1971年には中平プロダクションを設立。中平作品の脚本をたびたび担当し、助監督時代から信頼していた。 神道カネトに脚本を依頼して制作した闇の中の地味網漁が第24回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選ばれたがこれに漏れた大島渚監督が先行経緯不明瞭としてカンヌ国際映画祭事務当局に強く抗議騒動となった日本映画制作者連盟が正式出品作は一国に月一品の規定にもかかわらず中平 大島良監督の作品を送り、カンヌ国際映画祭事務当局によって、闇の中のチミ猛僚が正式出品作として選ばれたという経緯があった。これに対して、後に、中平もフランスの主催する映画祭なのですから、文句をつけるものでもなく、抗議は筋違いと大島監督を批判しているが、結果的に闇の中のチミ猛僚は受賞を逃す。 翌年の昭和48年、1972年には、神道の率いる近代映画協会に招かれ、根結寺理科、さらに翌年にも、根結寺理科一人行くさすらい旅という日本のスキバンアクションを取り上げた。昭和49年、1974年、韓国のサルフィルムに招かれ、青春不士儀にて、自身の暮れないの翼をリメイク、脚本、共同監督、 昭和51年、1976年に ATG で撮ったオールフランスロケの意欲作、変装曲では人間の目に最も好ましいとされる画面、ゴールデンセクションサイズ11618を映画としては世界で初めて導入する。この時のクランクイン後まで続いた金銭トラブルや諸々の問題は中平をかなり疲弊させたとの見解もある。その後、 酒と睡眠薬の乱用も災いしてか体が衰弱。以後、映画界からは遠ざかり数本のテレビ用2時間サスペンスドラマを演出する。その中には、彼が好んだ、ウィリアム・アイリッシュ原作の作品もあった。胃がんの末期であることがわかり、胃がんであることは本人には直接には伝えられていなかったとも言われるが、結局、胃がんの末期状態でありながらも、天敵を打ち、 短歌に寝ながら演出したオードリー・ヘップバーン主演のサスペンス、暗くなるまで待ってをリメイクしたテレビ用2時間ドラマ、土曜ワイド劇場涙、暗くなるまで待ってが遺作となる。これら晩年のテレビの仕事は、彼を助監督から監督に昇進させ、最後まで彼の才能を買っていた水野滝子によって与えられた仕事であった。昭和53年。 1978年9月11日、遺願のため52歳で死去。葬儀には、黒沢明、渋谷ミノルらの姿も見られ、彼ほど映画が好きだった奴はいないと語る、映画関係者もいたと伝えられる。晩年は、オードリー・ヘプバーンビリー・ワイルダーの、昼下がりのジョージのような映画を、ジュディ・オング主演で映画にしたいと口にしたり、モームのガ、ガツトロック・ペンスや、 シュテファン・ツバイクによる電気小説バルザック等の映画化を希望していたという評論家の田山千からかな娘の中平まみによる評伝がある中平映画のテンポの速さは群を抜いているが中平自身は私は速すぎない他の監督の映画が遅いのだといいしかし速い遅いといってもそれはカット割りの細かさや編集によるものだけでなく もっと映画全体の性質のことであると語っている、キネマ旬報昭和34年、1959年3月、上旬号。昭和31年、1956年の、牛乳やフランキーや昭和35年、1960年の、地図のない町等で風切り当時から、中平作品を高く評価していた、小林信彦が、昭和46年、 1971年に、小冊の美学、映像における笑いとは何か、対抗者の中で、牛乳やフランキーについて、日本映画史に残る傑作と書き、劇中で、フランキー酒井が見せる、白いつなぎ服にガンベルトを装着した二丁、拳銃式牛乳配達、中平の助監督時代のスタイルを思わせるなど、伝説となったが、牛乳やフランキーは公開後、十五ミリ原発の一部が、 欠落しており、幻の傑作と言われてきた。ところが16ミリ化された全長版が、神奈川県有が原町の図書館で発見され、平成4年1992年、日活、現、日活から復元版として、レーザーディスク化され、若い世代にも中平の名が知られるところとなった。その後も、小林信彦によって、 河島雄三と中平康の主要作品は今でも前衛なのだ等と評価されて今日ある再評価への足がかりとなる。中平の死後20年近く経った平成10年1998年には映画評論家ミルクマン斎藤による中平康を再評価する動きが見え始め平成11年1999年には中平まみちょ ブラックシープ映画監督、中平康史伝、ワイズ出版観光記念、中平康史レトロスペクティブと題して、映画8作品が渋谷ユーロスペースほか、全国で上映された。平成15年、2003年には、第16回、東京国際映画祭共産企画、映画をデザインした先駆的監督、中平康史レトロスペクティブとして、闇の中の地味猛僚と、 変装曲を除く国内の映画全作品に勝て、日本初公開となる、狂連し、両人の日本の香港作品まで上映させるという、大規模な開顧上映が、渋谷ユーロスペースほか、全国で開催され多くの注目を集めた。ユーロスペースでは、軽妙者脱な持ち味が出た、誘惑上映後に、場内に拍手が上がったほどであった。この開顧上映時には、 両人日記に順主演するなどして、中平作品とも関わりのあった、戸川雅子が主催する文化サロン、青い部屋にて、ミルクマン斎藤と戸川による、中平康氏トークイベントも、開催さ、こちらも若い映画ファンを中心に賑わいを見せた。またユーロスペースでは、月曜日の床上映に合わせて、香がま子が、トークショーのゲストとして来館、詰めかけた若い観客たちに向かって、 月曜日の床は巨匠の作品って感じじゃないでしょう。そこが良かったんじゃないとコメントした。石原雄二郎の狂った果実は古くから名作として知られるところであったが、月曜日の床もまた代表作となっている。そして現在の目で見ると、中平康氏の自伝のようにも見える、ミルクマン斎藤によると言われる後期作品。 闇の中の地味猛僚と日本映画の枠からの脱却を図った変奏曲は過去にビデオ化されおり比較的鑑賞が容易な作品である小木正宏は変奏曲をその年のキネマ順法ベスト10のベスト3に挙げている。20年早かった監督と言われたり思想よりも宣伝とテクニックを重んじる中平の作品は現在の観客にこそ受け入れられるのではないかという 声もある。その一方で、日活時代の後期は急速な衰えを見せて企画も会社を指揮せばかりになり、飛躍の機会を失ったと言われる。後年、すっかり陳腐化してしまった衰弱期の作品が多く再上映され、映画ファンに見下げられてしまった不運もある。モダン派と並び称された岡本や松村、鈴木らが、被災、巨匠として偶されていく中、取り残されたような形で世を去り、 今なお沢島氏と共に十分な再評価が得られてはない一人である。田山力也の評伝では、この時期で一しながら、仕事に臨むことが多く、スタッフや俳優の信頼を失墜したように書かれている。平成17年、2005年には、韓国の釜山国際映画祭にて、成瀬キオ監督、浮雲、今村翔平監督、神々の深き欲望を、 鈴木清順監督、ツゴイネルワイゼン等と共に、狂った果実も、紹介、上映された。また、韓国でも、中平康氏レトロスペクティブが開催され、足川泉のカレンさと共に、あいつと私等、話題となった。2008年4月23日、ロックチッパレコード社から、日活時代の中平作品の音楽だけを集めた、日活映画音楽集監督シリーズ。 中平康氏が発売された。2009年4月12日から5月30日まで、東京、ラピュタ阿佐ヶ谷にて、孤高の日本モダニスト映画監督、中平康氏と題して、日活時代の作品から選ばれた34作品が上映された。強い調子の画面を狙い、全編パンフォーカスに挑んだ、社会派サスペンス。撮影は、姫が誠作。 ラスト近くで、汽車の中で車窓の風景を眺めている渡辺美佐子の顔のアップでは、スクリーンプロセスを使い車窓の風景を渡辺の瞳の中に反射させて映り込ませた。小林明のビリヤードシーンではドリーをふんだんに使い4日間もかけて撮影し、クライマックスの自動車衝突シーンの撮影では13日間の徹夜となり100カットも使ったという。 東京のど真ん中の交差点の中央でカメラが360度パンし交差点のすべての方向から芝居のタイミングに合わせて必要な激用者が来るなど映画テクニックへの執着としてはある意味最高潮に達した作品であると思われ二度とできない壮絶な撮影現場だったと伝えられる。なお小林明は本作についてこれで映画の芝居を覚えたと語っているという 映画をデザインした先駆的監督、中平康氏レトロスペクティブで、上映時に拍手も上がった、中平の軽妙者脱路線の名作。一流好みで、銀座が好きだった中平は、美術の松山隆と組んで、銀座通りの向かい合ったビルの家並みを本建築で作った。そして、銀座のバーのマダムやホステスは、実際に、中平の行きつけの店にいた本物をセットに連れてきて、 出演させた。二階建てのビルは上下ガラス張りで人物の動きが見えるようにするなどしてこり、こちら側のビルと向かい側のビルとで展開するドラマをクレーンを使用した撮影と絶妙なカッティングで繋いでみた。安井正二と踊っている、とどろきゆき子が彼の肩に白身を発見するシーンでは、当時で一番長かった百ミリの望遠レンズで、白身を相手に一時間かけて撮ったと伝えられる。 関東の一人称カメラ、幾何学模様のような螺旋階段、そして風船が空に舞い上がり、主人公の飛行機へと繋がるオープニングから冴えわたる傑作とする声も多い航空サスペンス。前半、セスナ機が滑走路に出て離陸するまでの数分間を必要なまでにリアルタイムで追い続け、離陸の瞬間を盛り上げた。このシーンではあまり細かくカットを割ったので、編集者の辻井正則が。 音上げたというエピソードも、夜明けとともに、石原裕二郎、中原さないらが、犯人のピストルに監視されつつ不時期した、セスナ機に乗り込もうとするシーンでは、徐々に夜が明けてくる状態をリアルに表現するため、まず飛行場の空き地に横70メートル、高さ15メートルの巨大な半円状のホリゾントを建設、夜明け直前の空を描かせた。何かとかった後、 ホリゾントの色を少し明るく塗り替えてから再びつまみをするという作業を繰り返しそれを2日間も続けて夜明け直前から夜明けまでのシーンを完成させたこのような方法を取らずに現実の空を使って役者の芝居カット数もある夜明けシーンを撮ろうとしても一瞬で空は明るくなってしまうため現実問題として不可能であるしかしだからといって 中平の言ったような手間暇のかかる蒸気を一した撮影方法を行わないのが常識であるが、中平は会社側のハリウッドでやれという反対を押し切って実行した。演罪を題材にした傑作ミステリー。中平が本編部分を撮影している間、当時チーフ助監督だった西村翔五郎に第二版を編成させ、第二版の撮影はマミヤヨシをーに凝った。 タイトルバックを撮影させた。東京新潟間を失踪する小高雄二の運転するワゴン車にクレジットタイトルがこむるものだが運転する小高の主観ショットからそのまま右に180度パンして運転する小高を捉えるショット。木々の間から覗く太陽を追う太陽移動ショットからそのままパンダウンして運転席からの小高の主観ショットへ。 ワゴン車内のカーラジオ付近のアップから後部座席へドリーンアウトして小高の後から車の進行方向を映すショット。運転席の小高を真横で並行して走る車から捉えて舐めるように対向移動していくショット。走るワゴン車のボディ後方右に張り出しで取り付けられた固定されカメラからのショットかと思いきや意表をついて横、左方向にスライドしてカメラが 車内に入るような形となり、そこに、監督中並行のクレジットが出るショットなど、見事な導入部を作り上げた。特にミステリーやサスペンスでは、これから起こる出来事を暗示させるような、こうした描写は重要であり、そのためには手間を惜しまなかった。なお、このタイトルバックは、進藤兼人によるオリジナルの脚本上では、ワゴン車、風を切って走る。タイトル、音楽。 街へ突入するワゴン車、通り抜けるワゴン車等と書かれているのである。また本作では、効果音や音響面でのこだわりも見せた。身分違いという設定の吉永さゆりと、浜田光雄が結ばれない恋をする純愛物だが、作品によって、常に演出や映像のトーンを変える中平は、本作では、フィルムの増感処理の方法を変えてソフトな画面作っており、 色彩も薄く滲んだ独特のトーンになっている。ただし、劇場の映写されたスクリーンで見なければ識別できない、微妙な効果のため、テレビやビデオ鑑賞ではわかりにくい。中平康氏は、主演格のスターよりも、西村明、滝沢治、中屋る、小池朝尾といった俳優を使い、脇の味を出すことを得意とし、その独特なキャスティングのセンスと遊び心で、 意外なところにいな人物を出す天才と言われた。誘惑には、岡本太郎と東郷誠二が本人役で特別出演。紅れないの翼では、原作者の菊村イタルが新聞社の編集長役で出演。泥だらけの順情では、実際に中平が通っていた銀座のバーで馴染みだったホテスを浜田光雄に脇毛を抜かせようとするホステス役として起用したほか、 新聞館有引の役で登場する、野呂圭介も、中平ならではの絶妙な味であった。現代っ子では、ミッキー安川が悪徳教師役で出演し、厚見清が TV タレント役、水野枝貴子が TV プロデューサー役で、それぞれ亀を出演したほか、渚入りも物語の筋とはあまり関係なく出てくる。光る海では、山本か次郎が、 大学の卒業式で卒業証書を渡す校長として亀を出演。黒い賭博隠では漫画家の加藤義雄が記者の中のギャンブラー役で出演。野郎に国境はないでは藤真奈美が旅客機の乗客として小林明の隣に乗り合わせる美女としてワンシーン出演。黒い賭博隠悪魔の左手では戸川雅子がパンドラ王国の第一王妃役で亀を演。 厳選は、凄腕のギャンブラー役、ジュディオングは、凄腕の少年ギャンブラー役で出演。変装曲では、二谷秀明が、スチル写真、止めがとセリフのみで出演した。また、自身の監督作品である、街頭では、駅弁の販売員の役で、喜劇王風呂式では、戦場の客として中平自身が出演している。中平は、映画界に入る前から、 川島作品には注目しており、その後も進行が続いた。中平は、真面目なことが嫌いで、日本経長不白派と自認していたが、これは、川島の影響も、少なからずともあるようある。中平は、黒沢明にも浸水していた。黒沢が小畜で取った、秋分、白地の時には、自ら志願して、助監督につき、その縦横無尽な、働きぶりに、 黒沢に気に入られ、その後も進行が続いた。その進行については後に、中平がエッセイに書き残している。黒沢からは、中平が監督に昇進したら、脚本を一本書いて提供するとまで言われていたという。黒沢は、中平の葬儀にも出席した、中平真美著、ブラックシープ映画監督、中平康志伝ワイズ出版。なぜか、中平とは、馬が合い、 中平邸に遊びに行ったことのある数少ないスター女優。泥だらけの純情で、吉永さゆりが浜田光雄に言う謎謎は、中平に頼まれて泉が考えたものであると伝えれる。中平に高島屋で売っているアメリカ製のお人形を買ってくれとだだをこねたら、買ってきてくれたこともあったそうだ。中平の映画もすべて見に行ったと語っており、特に危ういことなら銭になるは四番館。 五番館まで見に行ったという。また泉は、ことあるごとに、中平のことを、ハリウッドに行っても通用したくらいの才能ある、天才、土天才等と称して、彼を尊敬していると語る。また、泉としても、中平の頭の中は、感覚的に体でわかっちゃう、という発言もしている。こうした泉の発言は、様々な文献の中で参見されるが、特に、川で、 夢ムック総特集、鈴木清順、川で書房出版のインタビューにおいて、鈴木清順の本であるにもかかわらず、中平の話で盛り上がってしまっている。中平は、思ったことをズバズバ言う辛辣さと演出時の厳しい、要求とで周囲に毛嫌いされることが多く、俳優陣にもあまり人気がなかったようであるが、女優では、月給夢二、北原三氏、藤真奈美、稲の和子、 加賀まり子、泉雅子、峰ねしな子などと馬があったようで、作品にも数本出演している。中原さなえ、渡辺美佐子の演技を賞賛し、その他にも、細川千佳子、岸照子なども好んで作品によく出演させていた。中でも早口でセリフを言える中原さなえの演技を特に気に入っていたようで、中平作品に11本も出演して、最多出演俳優となった。 男優では、二谷秀明が中平に理解を示していたようで、多数の作品に出演していたほか、中平最後の映画となった、変装曲においてもスチル写真、留めがとセリフのみの出演をしている。浦山切良とは、犬猿の中だったことも有名。石坂洋二郎、柴田連三郎など、各界の芸術家、小説家などに、交友関係があり、砂の上の植物群の原作者でもある。 義し淳之介とはのみ友達であったと伝えられる。平成16年、2004年、弟、テレビ朝日系、石原裕二郎の生涯を豪華キャスト共演で、ドラマ化。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。